毛が抜けてやれんの。あ、おじいちゃんが頭かいてくれよ。はい、ありがとう。電気も水道も通っていない中国山地の山の奥、トラおじいちゃんとふさこばあちゃんは暮らしていました。おじいさん、幸せに。気兼ねのない山暮らし、けれど家族は悩み戸惑います。そして夫婦は老いてゆきます。ほんまにどうしよう。それでも心は山にありました。葛藤し模索を続けた家族はやがて、テレビ放送で大反響を呼んだ人気ドキュメンタリーシリーズ待望の映画化、二人の桃源郷、原点を見つめた25年の記録です。